こんにちは、みなみです。こんにちは、なつきです。はい、今回はですね、ドラッグストアでいつもリピート買いするものと気になって使ってみたかったものを結構買ってきたので紹介していきたいと思います。はい、それではスタート。最初じゃあリピート買いよにするか。せーの、じゃん。これはね、あの2人で両方2人とも使うやつ、うん、そう。まずこっちはね、ケープですね。これはもう普通に巻き髪の時とかポニーテールの時とかアホ毛とかが出ないように、私は前髪にも使ったりします。前髪のね、ここの根元を固めると浮いたりしないし崩れないから、安いです。なんかこれついてきたね。何もついてきた。あ、そうなの、うん、なんかこの最強系キープ、持ち運びに良さそう。これはですね、ロゼット洗顔パスタホワイトダイヤですね。美白効果があるっていうやつですね。これ今緑も水色も使ってるんだけど、一番最初に使ったのがこれだよね、うん、ロゼット。そう、でもこれチューブタイプないんだよね。そう、ないの。なんでだろうね、わからない。他の緑と水色チューブタイプなんだ。リピート3個目ぐらい、結構使ってますね。はい、せーの、じゃん。ソフティモスピーディークレンジングオイル ND、 メイク落としです。爪かひらにしました。あの、あれあるんで、あるからね。そう、これはね、ほんとずっと使ってるね、うん、ママが普通に買ってて、それを普通に使ってる、うん、何がいいとかあんま分かんない。そう、分かんないから、ママがいいっていうやつを使ってる、うん、次、ミューズのあの石鹸ですね。体を洗う石鹸、うん、これはちょっと前からお風呂にあって、あの前までね、あ、ボディソープ、あの、うん、液体出てくるやつを使ったんですけど、石鹸タイプを最近使ってる。ママが背中のニキビに悩んでて、これが結構いいって聞いたので、これに買い始めたって。そうやつで、これは手洗いとかに使うやつなのかな。でも毎日のお風呂にとか書いてあるから、お風呂でもできるんですけど、殺菌と消毒が入ってるから、ちょっと使った後に乾燥とかしがちだから、クリームとかを全身に塗ったらいいかなと思います。私は足を塗ってる腕はたまに保湿をした方がいいのかなっていう感じのやつです。これいいよね。うん、いい。オレンジの。せーの、じゃん。これは大きいバージョンをこれ使ってて、見てください、もうないんですよね。ポリンテする時とかに使ってて、なんかちっちゃいのがあったんですよ。だからこっちをちょっと買ってみました。これおすすめです。めっちゃいいよね、固まる、うん、メンズ用のところにあったからメンズ用だと思うんだけど、よき、よき、エリプスヘアオイルスムース&シャイニーですね、黄色、うん、これはですね、私が30個入りのを本当に結構もう1年ぐらい前に買って、めっちゃいいんだよね、うん、これで、もうちょっとでなくなりそうだったんで、なんか2人で使うように。これあの昨日使ったんですけど、久しぶりに使ったらサラサラになった。そう、これはめっちゃいい。これいろんな色あるけど、なんかさ、種類によってさ、うん、そういう効果が違うけど、いつも黄色使ってます。はい、せーの、じゃん。マシェリパーフェクトシャワーサラサラ EX ヘアスタイリングトリートメント洗い流さないタイプ。これはバズの事務所に会った時に初めて使ったんですけど、めっちゃいい匂いだし、サラサラになるし、ヘアアレンジがしやすいので、うん、これをね、買いました。パンテンのシュシュするやつ、うん、使ってたんだけど、またこっちにちょっと戻りました。これね、シューってやつすごい広い範囲になんていうの、出る、うん、からめっちゃ使いやすいです。はい、ヘアキープスティック、薄ピンクもあるよね、確か。これはリピート3個目、うん、結構もうめっちゃ使ってる。なんかアホ毛出たら絶対冷たい派なんですよね。出てこない。さっきまで猫がってたんで。せーの、じゃん。どうぞ。これはですね、シルコット。コットンですね、ただ単に。なんかいつもこのコットンで。うん、そのコットン。私の部屋になくなったんで、ただ単に買いました。コットンがなくて、ずっと耳に借りてたんですよ。そうそう、部屋に来てコットン買ってたやつ。そうそう。なんかそれも悪いなと思ったんで、ちょっと自分で買いました。繊維が残らないらしいです。ママが最初にメイク落としで使ってて、ずっとこれ2個ついてくるしね、うん、こちらあの歯間ブラシなんですけど、あのマウスピースをしてて、はめるとさ、ほら中で汚れがあるとそっから虫歯になっちゃうじゃん。だからちゃんと寝る前にこう歯の間の汚れを取る、これを買いました。ちょうどいいかなと思って。
毎日やってます。じゃあやりたいと思います。はい、これでリピートは最後ですね。これはママが買ってて、私は使ったことがなかったんですよ、ずっと傷んだ爪を集中補修、爪が欠けやすい爪の乾燥二枚爪を防ぐみたいな。今冬だし乾燥するじゃん。最近2人とも爪をよくやってるから買いました。はい、次からは気になった試してみたいもの紹介していきます。せーの、じゃん。パーフェクトビューティーモイストダイヤ、パーフェクトストレートミルク、洗い流さないヘアトリートメントですね。ピンクのシュッ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 ってやるやつとスプレー、そのこの色のジェルみたいなのを使ってて、両方いいんですよ、めっちゃ。これはなんかよくわかんないけど初めて見たよね。そう初めて見たから気になって買いました。なんかストレートって書いてあるんで、ストレートにしたいから、まっすぐね。そうだからちょっと気になって買いました。くせっけとかで悩んでる方もしかしたらいいかもしれない。ダイヤめっちゃいいよね。なんか全部いいよね。シャンプーとリンスもダイヤ。何色使ってんのって言われるんだけど、ストレート効果がある。そういうことそれを使ってますね。おー、ミルクっぽいね。匂いでもあんま変わる。スイートベリーフローラルの香りだって。あ、甘いのかな。初めて聞いた。私はですね、これもね、どっかで使おうかなと思ったんですけど、ニキビとかに効く、ミラノ CC っていうやつですね。これの、なんだっけ、化粧水とか、他にもあったんですけど、あともあるよね。これ、クリームですね。なんかニキビにめっちゃいいみたいな。なんか最近肌荒れって嫌だなって思ったんで、これいいのかなと思って。そう、なんかシミとか書いてるから、ママもいいかなと思って買いました。ちょっと失礼だけど、ごめんね。これ試してみたかったので買いました。毎日使いましょう。はい、せーの、じゃん。これで最後ですね。はい、酵素洗顔パウダーです。なんかこれも TikTok で見て、この潰すんだよね、確かこれで泡ができる。そう、泡がなんかできて、それを洗顔みたいなめっちゃいいって聞いて、でなぜか3個プラスでなんかついてくるみたいな。今回マツキヨで買ったんですけど、これね、マツキヨ限定らしいよ、3個は。あ、そういうこと。グループ限定、毛穴にいいと思います。はい、そしてラスト、じゃじゃん。ワセリンアドバンス ドリペアボディローション。これはね、ママも欲しいって言ってて、これ結構有名なボディオイルなんですよ。ワセリンってさ、なんかいろんな種類あるよね。もうベトベトしない。しない、全然しない。ボディクリームを体に塗って服着たらベトってなって、なんか意味ない感じがするじゃん。そういうのが嫌いなんで、これめっちゃいいね。ベトベトしません。これのサイズもっと大きいのもあったんですけど、なんかこういうやつで、あ、そう、ポンプ式やつもあったんだけど、ちょっと試したかったっていうのがあったので、ちっちゃめのを使いました。ちょっとビビりました。ちっちゃめでもないんだけどね。ちっちゃめでもないけど、これ結構使える。使えると思う。はい、終了。本当におすすめのやつしかないですね、リピートぐらいのやつは。皆さん、なんかおすすめのものあったらぜひ教えてください。最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバイ。ちゃんとこれとか、まだこれとか、説明書とか見てね、使い方間違わないように使いたいと思います。はいはい、じゃあバイバイ。